ジョン・オサリバン、ジョン・オサリバン、1813年11月15日から1895年3月24日は、アメリカ合衆国のコラムニスト、編集者である。テキサス併合とオレゴンカントリーの境界線引きが問題になっていた184年に、アメリカ合衆国の政法拡張を正当化する、マニフェストデスティニーという表現を最初に用いた人物である。 オサリバンは影響力ある政治問題の著作家であり民主党の支持者だった。フランクリン・ピアース大統領政権在任1853年から1857年でーポルトガル大使を務めたがその後は制裁がなくなっていった。20世紀に入ってマニフェストデスティニーという言葉を最初に使ったものとして再評価されることになった。コロンビア大学で学んだ。 1845年、デモクラティック・レビュー史上において、1836年に、メキシコから独立したテキサス共和国の併合を支持する際に、マニフェスト・デスティニーという語を用いた。その後、ニューヨーク・モーニング・ニュースという新聞上で再びこの表現を用いて、合衆国の政法拡大を天命とする考え方を示した。 デモクラティックレビュー1845年7月8月号で、オサリバンは、併合と題する随筆を掲載し、テキサス共和国をアメリカ合衆国に加盟させることを求めた。アメリカ合衆国上院では、奴隷州の数が増えることと、メキシコとの戦争が関心事になっていたので、テキサス併合は長く議論の対象になっていた。1845年初期に、議会は、 併合を表決したが、テキサスはこれをまだ受け入れておらず。反対者は依然として、併合の阻止を期待していた。おさり版の随筆では、今は、テキサス併合に対する反対を止める時であると、呼びかけていた。毎年100万人単位で人口が増えている、この国の自由な発展のために、神の設理で割り当てられた、この大陸全体に広がるという明白な使命。 マニフェストデスティニーと書いて、アメリカ合衆国は北アメリカ大陸全体に広がるという天からの付託を受けている論じた。テキサスはそれから間もなく併合されたが、オサリバンがマニフェストデスティニーという言葉を初めて使ったときは、それほどの注目を集めなかった。オサリバンが二度目にこの言葉を使ったときは、大きな影響を与えた。 ニューヨークモーニングニューズ1845年12月27日版に掲載されたコラムでイギリスとの間に続いていたオレゴンカントリーの境界に関する論争について触れた。すなわち、オサリバンは神、摂理がアメリカ合衆国に北アメリカ大陸全体で共和制民主主義、意外な自由の実権を広げる使命を与えたと考えた。イギリスは 民主主義を広める目的でオレゴンを使うのではないので、この領土に対するイギリスの領有権主張は尊重されるべきでないと考えた。明白な使命は道徳的な考え、高い法であり、国際法や朝廷を含めその他の考慮事項を超越すべきと信じた。この使命の中にカナダ東部は含めないことを明らかにし、1840年代に二国間の 緊張を緩和すべく努めた。オサリバンの当初抱いた明白な使命の考え方では、力による領土拡大を要求していなかった。アメリカ式民主主義の拡大は避けられないことであり、白人、すなわちアングロサクソン人が、新しい領域に移民すれば、軍事的行動なしに、それが起こるものだと信じた。1846年に、米国戦争に進むことは認めなかったが、 その結果は両国にとっての恩恵になると考えるようになった。おさりバンの言葉は1840年代に特に人民に人気を得るようになった感情に表合を与えたが、この考え方自体は新しいものではなかった。おさりバン自身がすでにこのような考えを表明しており、特に1839年には将来性のある偉大な国という題の随筆を書いていた。 マニフェストでスキニー概念を創出したものではないが、再初期に提唱したものの一人だった。オサリバンは当初この新しいキャッチフレーズを作ったことに気づいていなかった。ジェームズ・ポーク政権の野党であるホイック党がそれを批判した後で人気が出るようになった。1846年1月3日、アメリカ合衆国会議員、ロバート・ウィンスロップが議会で、 拡張へのマニフェストデスティニーの権利は普遍的な、ヤンキーの国を除いて、どの国にも存在するとは認められないと言って揶揄した。この批判にもかかわらず、民主党はこの言葉を取り込んだ。素早く取り込まれたので、オサリバンが最初に発言したことが忘れられた。歴史家、ジュリアス・プラットが1927年に、この言葉はオサリバンに始まったと結論付けて、初めてその事実が固められた。 おさり版は、マニフェストデスティニーの記事を書いた時がその名声と影響力の頂点にあった。例えば、1845年1月8日、タマニーホールの勝利祝賀会で民主党創設者かつ英雄であるアンドリュー・ジャクソンの彫像建流を提案した。その提案から実現された記念碑は、ホワイトハウスの通り向かいラファイエット広場に立つジャクソンの有名な牙となり、 1853年に除幕された。財政的な問題が生じておさり版の編集者としての経歴が急な終わりを迎えた。ニューヨークモーニングニューズが資金不足となり、1846年5月、新聞社投資家がおさり版を解雇した。新しい経営者も事態を好転させることができず、9月には新聞の発行を停止した。これと同じ頃、おさり版は、 デモクラティックレビュー誌を売りしたが、時折雑誌への寄稿は続けていた。この時32歳のオサリバンは、新しい職を探し始めた。オサリバンは1846年10月21日に、スーザン・カーニー・ロジャーズと結婚した。ハネムーンではオサリバンの姉妹の一人が住んでいた、キューバに行った。その後キューバのスペインからの独立を勝ち取るための、運動に関わるようになった。 この運動は、キューバの反体制派とアメリカ人の傭兵で構成され、キューバがアメリカ合衆国に併合されることを期待していた。1848年5月10日、ポーク大統領との数回に及んだ会見の最初の機会に、キューバをスペインから買収するように説得に努めた。ポークはスペインに、キューバの代償として1億ドルを提案した。この額はオサリバンが示したものだったが、 その申し出は拒否された。オサリバンは引き続き、キューバ独立のために働き、ナルシ・ソロペスによる、傭兵部隊遠征の資金を集めたが、この遠征は失敗した。その結果、オサリバンは中立法の侵害で、ニューヨーク市の連邦裁判所に訴えられた。1852年3月にあったその裁判は、氷結不能売信に終わった。オサリバンの評判は傷ついたが、 フランクリン・ピアース政権から中スペイン大使に指名され、1854年から1858年まで赴任していた。これがオサリバンにとって最後の定職になった。オサリバンとその妻は残りの人生を貧窮の縁で暮らすことになった。オサリバンは近づく南北戦争に反対し、平和的な解決、すなわち北部と南部の平和的な分離が可能になることを期待した。 戦争が始まった時ヨーロッパにいたオサリバンはアメリカ連合国積極的な支持者になった。ある時点ではアメリカ連合国から給与を受け取っていた可能性がある。南部の側を宣伝する多くのパンフレットを書き大統領はあまりに権限が強くなっているので州の権限が中央政権による侵害から守られる必要があると論じた。以前には 自由の土地運動を支持したことがあったが、この時は奴隷制度を擁護し、それなくして白人と黒人は共に調和して生きていくことはできないと記した。その行動は放送など以前の友人の幾人かを大いに失望させた。戦後、オサリバンは自らをヨーロッパで追放されている状態において数年間を過ごした。オサリバンは1870年代後半に ニューヨーク市に戻ってきた。そこで職を得られる、洋民主党のコネを使ってみたが、うまくいかなかった。その政治的な生命は終わっていた。オサリバンの母の死後、当時宗教界で人気が出ていた、心霊主義を信じるようになり、フォックス姉妹の一人を使って、ウィリアム・シェイクスピアのような人の霊と交信したと主張していた。オサリバンは1889年に、 脳卒中を患った。1895年にニューヨーク市の滞在があったホテルでインフルエンザでひっそりと亡くなった。時はマニフェストデスティニーの言葉が復活しようという時代だった。その意外はスタテン島のモラビア墓地に埋葬されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。